こんにちは、は、です。今日は邪気が溜まっていいいいるっっててうこととをお話ししたいと思います。ね、邪気って何かっていうことなんですけれども邪気にもいろんなね、えー、例えがあるんですけれども簡単に言ってしまうとネガティブな気、まあ、ネガティブなエネルギーっていう感じでね、えー、自分の中にどんどんたまってってしまうっていうのがあるんですけれども、えー、実は自分がね ネガティブになってしまうと同じ周波数でネガティブを引き寄せていきますまああともう一つネガティブな行動を自分でどんどん起こしてしまうっていうのがあるんですよねでこのネガティブなね、えー、邪気っていうのは一体どこからやってくるかっていうと、まあ、ほとんどの場合自分の中から生まれますまあそうですね、えー、邪気って無邪気ってあるじゃないですか 無邪気っていうのは子供の時って、えー、無邪気だったんですよ。でもこれがなくなると邪気になっていくんですね。っていうことはどういうことかというと頑固になっていたりだとか、あとそうですね、拗ねてしまったりだとか、まあ、そういう気持ちがどん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 邪気を生んでいくっていうことでもあるんです。で、えー、じゃあそういう時にね、まあ、自分も邪気が溜まってる。そしてお家の中もお部屋の中も、 全部が邪気に何、えー、ていうのかなあのエネルギーがねいっぱいになってしまった時そういう時にサインがあるんでしょうそれがどういうサインかっていうとそうですねパソコンだったりスマホそういうところで、えー、嫌なサイトばかり見てしまう要はめげるサイトばかり見てしまうだとかあとメールがなんだか嫌な そうですね、えー、気持ちがね、あのー、落ち込んでしまうようなメールだったりだとかそういったメールがどんどん来るようになってきます。そういうい時は邪気が溜まってますよっていう分かりやすいサインなんですね。であの電化サインって,電化ってすごく面白くてエネルギーを通すすんですよだから電化製品を通してサインっていうのは結構やってきます。例えば私だったら そうですねステージが変わるだとかちょっとエネルギーがこれから変化しますよっていう時なんかは、えー、電球が切れてしまったりだとかあとそうですねお家の中の電子レンジが壊れちゃったりだとかパソコンが調子悪くなったりとかそういうことが起こってくるんですよ。これはもう本当にいろんなサインがやってくるので結構電化製品で注目しとくっていうのはすごくいいんですけれどもそのくらいエネルギーを電気っていうのは通してしまうので。 えー、だから電化製品を見てていいいるるととろんんななサインがやってくるっていうことなんですねで例えば私は昔あの見てた怖い映画なんか「ポルターガイスト」っていうのがあるんですけれどもそれも悪霊はねテレビからやってきましたしリングもリングってありましたね映画でそれもあのテレビから出てきたはずなんですよ。だかからなんか 電化製品というのがねすごくそういうものを通してしまうっていうのがありますそして、えー、私が過去にねスピリチュアルの講座をやってたんですけれどもその時に電波も調子いいもう本当にバッチリっていうところでスカイプをやりましたそうするとですねやっぱりあのネガティブが溜まっている状態だったり邪気が溜まっている状態で、えー、ね来てくださる方なんかは あの本当面白いんですけど突然スカイプがガチャって切れてしまったりだとかあとここではちょっとね、えー、これはまた新たな時にちょっとお話ししたいんですけれども本当に不思議なこことがいいっぱい起こりましただからあのそういうことが起こってくるということなんですけれどもじゃあこういうふうに邪気が溜まってるサインが出てきたらどうしたらいいかってことなんですけれども嫌、えー、なサイトは見ない。 まあ、ニュースなんか飛び込んでしまうのでしょうがないんですけれども嫌なサイトとか嫌な情報を見ない極力,極力見ないっていうことをしてください。うんあのね、気持ちが、ね、邪気が溜まってる時ってね嫌なサイトとかちょっと悪口が書かれているようなサイト見に行っちゃうんですよ人って。それでどんどん邪気をまた、うん、増やしてしまうような状態になっちゃうんですよね。 だからまずそういったものを見ないっていうことを、えー、してくださいあとメールを削除するこれすすごく大事ですね、えー、メールもあの嫌なやつねあのこれもういいっていうものをためっぱなししないで削除して整理していくっていうのがすごく大事になっていますやっぱりねそのねネガティブな邪気って、えー、メールも溜まってますからだからそういうのも削除する、うん、であとはそうです、ね、お香を炊く。 たっき言います私はお香っていうのはすごく煙と、ね、火っていう効果ですごく邪気払いっていうのにとってもいいんですよだからまずお香を焚いたりねあとお塩を置くとかあと、えー、塩風呂に私はあの塩を、ね、少し入れたお風呂に、ね、入ったりなんかしますそしてあと一番大事なのは自分をチェックすることなんですよ やっぱりネガティブになってる要素は何かなーとかあと不安になってる要素は何かなーっていうことをやっぱりチェックするっていうのがとっても大事ですねなんかほったらかしてるやっぱり自分の気持ちがあるんですよどこかにそれをねチェックするってていいうことをしてくださいそれでできるならばそれをね自分と一緒に浄化していくっていうことも大事ですし自分のその感情をちゃんと知るっていうこともすごく大事になってきます。 えー、そうするとだんだん邪気が抜けてきますので、ね、また違う明るい、ね、波動が上がったポジティブな気になってその周波数にあっていろんなものがまた、ねえー、引き寄せてきますから楽しくなってくると思います。やってみてみくださいねねじゃあ、ね